今回は花探索、短冊かなっていうゲームね、ちょっとしてみようかな。で、これね、まあ、花札なんですけど、その、まあね、3人でやる花札らしいんですよね。で、ちょっと読みながら、ちょっと、総得点ね。うん。このゲームの点数マイナス1000。ああ。点数がマイナスになっていく感じか。300点、200点。うん。100点。50点。鬼札。鬼札。へえ。青担と地札、地担時短であったっけ。各プレイヤーから1000点を。は？あー、青担揃えると、取れるってこと？横取り1000点。え？赤担は2000点？あー、じゃあこれがすげえ強い役なんだ。へえ。どうしますか？ちょっとやってみようか。負けません。取られたんだけど。ああ、だ、普通の花札ではあるってことね。ただ、犬鹿町とはそういうのはないんだ。でも、とりあえず。取られた。とりあえず、ちょっと赤単は阻止した方がいいってことでしょ。まあでも青単がそう。あ、違う、これ。自分で取るわけじゃないってことが、これ、もしかして。どうだ？この左側にあるけど。わからんな。ありゃ。青タンが欲しいけど、こういうことかな。ありゃ。点数、ああ、上にこのゲームの点数出てた。そっか。これ取る。600点だ、これ。ダメだった。お。揃った。なんか1000点もらえるんじゃん。やばいんだけど。どうしたらいいかね。これからか。赤玉もう絶対ないってことね。
お、やべ。いいじゃない。わっ、取られた。そういう感じになっちゃう。しかし持ってないということか。お、来た。1100点。危ない危ない危ない。とりあえず自分のマイナス点は防げたようだな。ははー、俺が親なんだ。一番点数高い人多いか。どうして短冊？来た。とりあえずこれで青玉阻止しておこう。これで時短っていうのかな。ここで赤ターンもないから、とりあえずこのターン、このターンはゲーム終了みたいなのはないってことね。みんな揃わんね。いやー参ったな、俺は。ふむ。もうちょっとやられたね、赤たんが。あとだ、CPU の位置を300点削れば勝ちと。とりあえずこれ取っとくか。鬼札取られた。確かに出し方が結構、まあ違うというか。まあ、青タンが揃え、青タンを揃えられる可能性あるけど。
やばいね。短冊のあれってどういう、あ、セーフ。CPU1 がちょっと増えちゃったじゃないか。ほう。まあ、まずこれからか。横取りの点数があるのはマジで大きいね、このゲーム。まずはこれでしょう。1000点揃えば、ああ揃わずであるか。ならばもう女にこだわる必要性ない。赤の時短というの、字の書かれた短冊が欲しいね。全然出ないんだけど。全然出ないんだけど。まだあるよな。あ、そっか、見れ。取られちった。まあ、とりあえず最低限1100点は超えたと。ってことは合計で3300点ってことなのかな。CPU2 が赤ターン取られた。あ、親変わった。親の変わるタイミングがよくわかんない。トップってことか、その前の回の。結構これで見れるのはいいね。サポートします。まあでも普通にこれか。わあ、微妙。助けます。これ使うとカードが欠けるってことね。横取り青タウンがなくなった。あ、とりあえずこれから。とりあえず赤タウンを防いで、字のついたやつはそれか、梅の木か。やばいな、そういう問い筋に取られるわけには。あー、でも運だなこりゃ。セーフ。オッケー。
また俺にも矢が回っていた。やっぱ前のターンの一番かどうかっていうのは重要ってことだね。赤タン、うん、結構考えるね。赤タンはもうないでしょ。横取りがでかいよな、やっぱりな。サポートします。お、青タンの可能性がある。きたもみじが残ってないということは、俺が持ってるちゅうことで揃ったよ。ははー、へー、結構面白いんだけど普通に勝てました。ああ広告が入っちゃうかな。これがオンラインとかでやりづらいって言うんだね。まあ無料ゲームだから仕方ないんだけど、そのせっかく面白いのに多分ヒットしにくいんだな。そんなわけでね、まあ固定部屋とか多分これなんか、あ、完了か。あ、固定部屋ってのはこう用意されててそこに入室する感じか。だからオンラインでやってる人は多分そんなに多くはないんだろうな。まあでもこれ結構人対戦したら面白いと思うな。まあ、花札の新しい遊び、新しいっていうか、なんかね、このゲームの概要欄見ると、もともとこう遊んでたらしいんだよね。で、それをこう受け継いだというか。なので、まあ、まあ、全く新しいわけじゃないけど、うん。まあ、いいんじゃないでしょうか。